ないかな。なんかお子さんがいたらワンチャンしてそうっつってな。みんなの年齢にもよるけど。でもママ知らないかな別に。まあ、なんか「トモコレ」っていうゲームがあってそれにハマって今頑張ってやってます。そうなの。なんかすごいの、めっちゃリアルなの。子供が生まれたりするの、結婚して。すごくない？それを楽しくてやってます。すごいんだよね。明日は逆上がり、そうです。お昼からです。なんとなんと今週も土日お昼です。まあ、土曜日は、あ、日曜日か、明後日はあれがあります。目撃者と逆上がりです。2回公演です、久しぶりの。そうなの、私は早起きが苦手なんですけど、なんか違う、早起きが苦手なんじゃなくて休日の早起きって本当に嫌なの、嫌いなの私ね。なんかさ、まだ寝れるじゃん。なんかさ、家族も起きてないからさ、静かなのやっぱりね。なんだろう、平日とかだったらもう家族起きてるから、いろんなその音、テレビの音とか、私は朝掃除、私の家は朝掃除かけてるからその音とかが聞こえるけど、もう休日ってみんな寝てるからその音がしなくて、私のあれを目覚まししか音鳴んないから、からなんか起きなきゃってなれなくて、あ、まだいっかって。なんかどうせさ、なんだろう、普通にお出かけとかじゃなくて公園だから別にメイクとかしなくていいし、もう髪の毛なんか最低限のことをすればいいじゃん、顔洗ってとか。だから言うて10分前でもやろうと思えばやれるじゃないですか。だからちょっとね、そうなのよ。なんかちょっと、なんか私はいつもこの前髪をピンで止めて寝るのね。でそれに、だからいつも前髪を水に濡らして下ろすから、多分それをしなければいけね、もうちょっと寝れそうだ。だから今日もかこの状態で寝て、髪の毛乾かして下ろした状態で寝て、だ明日の朝すぐ出れそうじゃない？どうなんだろうけど、そうそうなんだよね。だってさ、実際さ、ちょっとね、調べよう時間もうコンサートリハをさ頑張ってもやってるわけじゃないですか。もう一旦ないけど、だからさ、こんばんは。7期生がお披露目か半年。っていうことはさ、なんかやっぱ7期生のさお披露目の日月とさ、私の昇格した月が一緒だからさ、なんか7期生を多分見るたびに、私昇格してなんかあるじゃん、多分7期生の子が今日は1年ですみたいなお披露目から、それでわかるよね。私も昇格して1年か。でも普通に自分のお披露目もあった別に7期生じゃなくてよかった。自分のさ6期のさお披露目日
で分かったわそれは。全言撤回しよう。私もじゃあ6期は2年半ってことですね。あでもさ7期で5月9日でしょ。あ今日8日まだ。じゃあ6期は昨日2年半記念だったらしいです。2年半。自分のあれね、お披露目も5月だった。やばくない？2年半やばい。もう3年なんだけど。すごいね、頑張ってるわ。2年半ってさ、もう3年したら中学校卒業できるあれだもんね。なんか実感ないんだよね、あんまりそんなにいるっていう。なんか別に新人っていうあれもないけど、2年半か。ねえ、あっという間ですね、時間が経つのとってもあっという間。ねえ、びっくりしちゃう。明日は本当に早起きなので、何時に起きようかな。8時とかにしてみようかな。でもね、そう、私ね、マンマウスのカラコンつけてるんですよ最近。でこれもつけてるマンマウスなんだけど、多分いつから使い出したっていうのが多分もう今日で1ヶ月なのね。これ確かになんかもう目がしょぼしょぼなの。しょぼしょぼだからワンちゃんもやっぱ1ヶ月ちゃんと1ヶ月で買えないと目がしょぼしょぼでね。そう、すごくない？ちゃんと1週間定義で目がしょぼしょぼになる日が来る。今もちなみに結構しょぼしょぼ、ショルも終わったらすぐ外そうという感じだからね。一旦家にある列を使ってみます。私持ってるからこれがあるからたくさんあるよね。何使おう。このさ、もう箱ごと持ってた方が楽だよね絶対。なんかいい感じの箱が欲しい、入れるぐらいの。あーこんな、そう、まあね、私みたいなね、めんどくさい人はね、ワンデーの方が向いてるとは思うんですけど。え、なんかさ、私さ、なんか、え、これさ、カラコン、あんま使ってる方しかわかんないかもだけどさ、なんかコンタクト洗うじゃん？洗って、保管するじゃん？保管するやん？で、まあ、開けるやん？また使おうって思って、そしたらめっちゃもうホコリとかがたくさんあるの。なんか汚れが浮いてる、やばくない？汚れが浮いてんだよね、やばくない？洗えてないんかな。いやそうなんだよね、ワンデーは保管しないからいいんだけど、高いじゃんね。でもさ、それってさ、やっぱさ、出るものだよね。そう、コンタクトケースあって液を入れて保管してるんですけど、そのなんか2日ぶりとかにこうやって見るじゃん。そしたらなんかめっちゃ汚れが浮いてんの。そうそう、ホコリみたいなのか、なんか糸みたいなやつとかめっちゃ出てて、でも私の目からそんな洗った時出ないのに出るものなんでしょうかね。どうなんでしょう。調べてみよう。なんか見えるんだよね、なんかちょっと目がやばいね。え、そうだから私入ってんのかなと思って、なんか外部から。コンタクト
番いいでしょう。ここの眺め変、やっぱ早寝早起きって大事だよね。こんばんは。こんばんは。なんか目撃者と久しぶりな気がするけど、そんなことないか。秋さんの生徒25日やったから。え、そう、私ね、最近ね、昨日からね、なんか嬉しかったことを人気つけようと思ってね。そう、昨日なんか、まあ、みんなに、ね、言わないけど、なんかどっかに書きたいの。なんかメールとかに書く、メールとかに書くには恥ずかしいとか、メールには書けない内容のやつとかあるじゃん、やっぱり。なんかそれを、まあ、自分の中でなんか潜めておくために、そう、なんか日記、あのさ、スマホでさ書けるさ、なんかあるのよ。なんかみんなには秘密の、そう、日記書き出した。声声されて嬉しかったって。そういう系をね、書いて、まあ別にメールに書けることだったらメールに書くけど、メールに書けないやっぱプライベートのことだったり、ちょっとみんなに言うの恥ずかしいなってことだったり、何が恥ずかしいとかじゃないけど、そう、書くのは絶対続かないからっていうのをやりだしてみたんですよ。坂蹴り公園来る方いますか？そうなんだよね、なんか違う、昨日書いたのはあ、行きますってめっちゃいるじゃん。そうなんだ。行きますだって。なんかね、肌がカッサカサなんだから、もう今日はバックして寝ます。頑張って頑張ってスキンケアとかしてみて、頑張ってみます。そうなの、あさってもね。でもね、やっぱピーリングっていうのがね、よくて、ピーリングしたらお肌ツルツルなの。すごくない？で、メイク塗りもすごく良いし、あ、待って、15分になった。ちょっと今日は早めに終わっちゃおうかな。そう、スキンケアをこういうためにね、頑張りたいなって思います。私は、13位、あ、読みます。ちょっと早いけどね、今日。13位、ジュアン・ビー・アイさん、ありがとうございます。12位、マーヤンさん、ありがとうございます。11位、村吉さん、ありがとうございます。10位、ジョンさん、ありがとうございます。9位、安弘さん、ありがとうございます。8位、リオダさん、ありがとうございます。
7位シャオタンさんありがとうございます。6位ハッピーさんありがとうございます。5位ちゃんとくさんありがとうございます。4位ワンタンメンさんありがとうございます。3位ウッチーさんありがとうございます。2位ただの魚さんありがとうございます。1位ミルンクラゲさんありがとうございます。ありがとう。じゃあね、送りますメールとチャット。さよなら、バイバイ。